はい、どうも大吾です。というわけで今日もですね、独断と偏見と科学的根拠をもとに解説していきたいと思います。資格、職歴、学歴なしでも成功する人の特徴トップ5ということでやっていきたいと思います。実は人生の前半というのは確かに資格持ってるかどうかとか学歴があるかどうかとか職歴が何かとかで決まるんですけど、自分の力で勝負するようになる人生の後半というのはですね、正直ここら辺あんま関係なくなるんですよ。じゃあこの人生の後半、まあ具体的に言うと30を超えてからですね、僕らの人生を左右するような、まあ、そういうですね、要素を今日は解説したいと思います。それではやっていきましょう。第5位です。第5位は好奇心が強いです。はい、これはですね、人間の性格の中で最も人生の成功にですね、近いものは何なのってことを調べた研究がありまして、その中で必ずと言ってもいいほどですね、出てくるのがこの好奇心の強さなんですよ。なんでかっていうと、これ、まあ、正確に言うと開放性っていうふうに言うんですけど、心理学だと、この開放性が高い人っていうのは好奇心が強くて想像力が豊かなんですね。つまりどういうことかっていうと、大人になってからもいろんなことを学ぶんです。学歴とか職歴とかみたいなその人生の前半のものって決まってるテストがいかに解けるかで決まっちゃうんですよ。でも後半っていうのはそうじゃなくて、テストを解けるっていうことじゃなくて、答えが決まっていない問題とか、なんなら問題を見つける能力の方がはるかに重要になってくるわけなんですよ。で、こういう能力っていうのはやっぱりこの好奇心がない人、そして想像力がない人っていうのは全くできないんですね。はい、まあ、だから、まあ、そういう意味で言うと、どんなに学歴とか職歴が良くても、じゃあ学歴職歴が良かったから自分は成功したんだって年を取ってから言ってる人ってほとんどいないんですよ。それがここなんです。開放性、好奇心の高さと想像力の高さってのがないと、基本的にはですね、人生の後半で苦労するわけなんですね。だからぜひですね、好奇心を鍛えましょうというお話でした。まあ行ったことがない場所に行って、会ったことがない人と会って、やったことがないことをやっていれば好奇心って高まっていくので、はい、まあ、Dラボでも好奇心の鍛え方なんか紹介してますので、ぜひですね参考にしてみてください。というわけで第5位が好奇心でした。続いていきましょう。第4位です。第4位は誠実さが高いです。はい、誠実さって言ってもなんか真面目で人を裏切らないみたいな、そういうニュアンスもあるんですけど、心理学でいうとこの誠実さっていうのは、どれぐらい物事をコツコツできるかっていうことと、どれぐらい我慢ができるか、忍耐力あるかということと、あとは自分をどれぐらいコントロールできるか、これが誠実さという数値で表されるというふうに言われてるんですね。だからやっぱり物事がコツコツできて、で目先の誘惑とかに強いっていう人、要するにその我慢をある意味筋トレ化のようにですね、定期的にやっている人の方がやっぱりこの誠実さってのは高くなるんですよ。だから瞑想とかもそうだし、なんか例えば筋トレもそうですよね。やっぱり嫌だけどやんなくちゃいけないみたいな、でそれに抗えば抗うほど人生の後半ではですね、成功して楽になれるわけなんですね。だからぜひ皆さんもですね、目先の誘惑に負けるイコール人生の後半がズタボロになるというふうに考えてもらって、この誠実さを鍛えておくといいんじゃないかなと思います。誠実さの鍛え方とかも D ラボで解説してるんで、興味がある方はぜひ見てみてください。はい、瞑想とかいろんなやり方で鍛えられますので、はい、では続いていきましょう。第3位です。はい、第3位は知識を増やし続けているです。はい、これもすごく重要でして、ブランド・クロンツ博士っていうですね、まあ、お金に関する心理学の研究で非常に有名な先生がいるんですが、この方がですね行った研究で、アメリカで年収が上位トップ 2.5% に入る人がですね、研究したというちょっと面白い研究があるんですよ。でその結果分かったのがですね、やっぱり、まあ、大人になってもそうなんだけれども、教育レベルが高かったりとか知識を増やし続けている人、常に学んでいる人であればあるほど、やっぱりお金持ちの傾向があったということが分かってるんですね。でこれは学歴とでも相関してないですかっていう人がいるんですけど、これ実はね、なんで学歴と相関してるように見えるかっていうと、家が、まあ、ある程度裕福で親の経済レベルが高くて、学歴のレベルが高いと、やっぱり子供を勉強するようになるんですよ。親が勉強してるところを見て育つん でそれで、まあ、いい学校に行くと周りの友達もそれなりに勉強したりとか本読んだりしてるので、勉強とする習慣がつくんですね。調べたりとか学んだりする習慣が、でそれが大人になってもない人に比べたらある程度継続されやすいから成功しやすいというだけで、逆に言ったら大人になってから勉強する習慣とか癖をつければ抜けるんですよ。つまり要するに人生前半のみんなが言ってる資格とか学歴とか職歴って言ってるものって、学び続ける癖をつけるっていう意味でメリットがあるだけであって、実際に学歴が良ければじゃあ大人になって、ね、社会に出てから勉強しなくなっても人生うまくいくかって言うとうまくいかないんですよ。だから何でもいいんです。自分の興味あることをコツコツ学んだりとか、気がついたら今皆さんスマホ持ってるのにすぐ調べられるじゃないですか。別に YouTube で調べようと D ラボで調べようと別に論文調べようといいと思うんですけど、調べて、あ、なるほどねっていうふうにこの知識を増やし続けるっていう癖をつけてあげさえすれば、何歳になっても収入を上げれるんだよということなんですよ。ぜひ皆さんもですね、調べる癖、知識を増やす癖というのをつけてみましょうというのが第3位でした。で続いていきましょう。第2位です。第2位もブランド・クロンツ博士の研究からですね、統制の所在が内側にあるというものが第2位です。これちょっと難しい言い方でよくわからないと思うんですけど、簡単に言うと、何かが起きた時に自分のせいだ、
自分が原因なんだって感じる人ほどお金持ちになるっていうちょっと面白い研究が出てるんですよ。はい。これどういうことかっていうと、僕らって成功は自分のおかげで失敗は他人のせいって思いたくなるんですよ。でそこはダメなんですよ。なんでかっていうと、僕らの人生っていうのはですね、成功した時に俺がやったぜって思う人よりも、失敗した時に何が悪かったかな、いやちょっと分析してみようかなっていうふうに失敗と向き合える人の方が最終的にお金持ちになるんですよ。当たり前なんですけれども。で、要するにその失敗と向き合った回数が多ければ多いほど自分が改善されていくんですね。で、悪いところが改善されていくから、人生の後半になった時にその大きな致命的なミスをですね、起こすような要素が消えてるんですよ。だから結局それでお金持ちになっていくというところなんですね。結構これ面白いですよね。だからやっぱりね、年を取ってからも何でも人の人生のお年寄りとか言うじゃないですか。ああいう人って若い時から比べてもあんまりお金持ちになってない、または成長してないんですね。失敗を他人のせいと考えるようになったところで人間の成長って止まるので、ぜひですね、自分を無駄に責める必要はないんですよ。責める必要はないんだけれども、その失敗には一部自分のせいが絶対入ってるよね、どんな失敗でもって考えてあげて、それを潰していってあげると人生の後半ではですね、イージーモードになっていくと思います。ぜひやってみてください。第2位が当選の所在が内側にある、基本的には自分のせいだというふうに考えて改善していく癖を持ってるということですね。はい。そして最後、堂々の第1位はですね、マネースクリプトが正しいです。はい。これマネースクリプトって何かっていうと、特にこれ金銭崇拝ってマネースクリプトのタイプを持ってる人っていうのがですね、もう抜きん出てお金持ちになりやすいということが分かってます。で、このマネースクリプトって何かっていうと、お金に対して持ってるイメージとか信念みたいなもんですね。いくつかマネースクリプトあるんですが、その中でも金銭崇拝っていうマネースクリプトがあって、これはお金があれば自由になれるというふうに考える考え方ですね。はい。まあ、ある意味、なんかこう、拝金主義っていうふうに、まあ、言えば、拝金主義っぽく見えるんですが、実はこの、お金が汚いとか、お金っていうのはなんかひたすら貯金しなくちゃいけないんだ、使っちゃいけないんだと思う人よりも、お金を増やせば自由になれる、だから頑張ろうっていうふうな、こう、信念を持っている人の方がですね、お金持ちグループに入る確率がですね、圧倒的に上がるんですよ。これが非常に面白いところで、これ、一応マネースクリプト診断テストってのがあるんですが、まあ、診断テストですね、スコアが、ね、1ポイント上がると、上がるごとにお金持ちになれる確率が 5.9% ずつ上がっていくってですね、結構すごい相関を出してるんですよ。だからこのマネースクリプト金銭崇拝って状態に持っていくというのがですね、結構おすすめになってくるわけなんですね。はい。マネースクリプトはかなり大きくて、正直このお金に対する信念で収入決まると言ってもいいんじゃないかってぐらい左右しますので、ぜひですね、マネースクリプト勉強してみてはいかがでしょうか。でもマネースクリプトって言われてもわかんねえよって方いらっしゃると思うんですが、ご安心ください。概要欄の方にですね、 D ラボでマネースクリプトの動画見れるようになってますので、ぜひですねチェックしてみてください。自分のテストもできます。あと本にまとめてもいます。実は今なんかありがたいことに久しぶりに僕本を出すことになりました。 Amazon ランキングね、なんか予約段階で1位をね、いくつかのカテゴリーでいただいたんですが、マネースクリプトのですね、本ですね、を出すことになっておりまして、こちらのですね本、概要欄の方から予約できます。で、予約するとですね、予約者限定の特典がついてきたりとかしますんで、ぜひですね、人生の後半でお金に苦労したくないと、お金持ちになりたいんだけど変な投資とか詐欺とかに騙されたくないって方はですね、ぜひマネースクリプトを身につけてみたらいかがでしょうか、というのが今日の放送でした。ぜひ参考にしてみてください。それでは続き概要欄コメント欄の方から D ラボ、またマネースクリプトの新刊でお会いしましょう。バイバイ。